はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。はい、最近こうニュースを見ていてですね、思うことはですね、岸田さんとバイデンさんって意外に似てるんちゃうんかなというところですね。グダグダしてるところですね。二人とも重要な決断をですね、こうパキッとこう正しく下せたイメージがほとんどないですね。まあ岸田さんまだ就任なさってですね、何ヶ月ですか、4ヶ月ぐらいですか、9月ですよね。9月で9、10、11、12、1ですか、4ヶ月ぐらいですか。バイデンさんはもう1年ぐらい経ってますけど、共にまあバイデンさんは無難とは言いませんね。アフガンで失敗こいてますんで、岸田さんの場合はまあ無難にやってきたわけですけども、でも細かな失敗はいろいろしてますね。外交ボイコットの表明が遅れたの一つありますし、あれですね、対中非難決議が骨抜きになってるっていうのもありますし、あれですね、こう昨日ですか、新潟の佐渡島の推薦をなんか意味なく留保すると伸ばすというところの判断ミスが目立ちますね、最近はね。で、まあもう岸田さんの場合一番の失敗は林芳正の外相起用なんですけど、これが一番の失敗です。で、あとは今のもう予算案やってますけども、なんかようわからん予算案ですね。多分財務省の言いなりになってんのという感じの予算案。まあこれは失敗とは言いませんが不作為ですね。まあ共にね、その大統領と総理大臣になるまでの政治家の履歴ってまああるんですけど、バイデンさんの方が長いですね。長い間上院議員をなさっていて、4年間して副大統領をされたという実績があるんですけども、そのどう言いましょう、その間に何をなしたということは特にないようですね。実績のない大統領と、今までの実績がない大統領、珍しいですね。で、岸田さんは何しはってんのっていう、そのね、なんていうか、一生懸命ね、雑巾がけをして、なおかつこう大臣に起用されたら、それをきちんきちんとですね、そのこなしてきたというイメージはありますけど、なんかこう、どやっとですね、なんかこう、功績を上げたみたいなところは、ちょっと思い浮かびませんね。まあ、強いて言うのは、2015年の日韓政府間合意というのをまとめたということはですね、まあ、彼の誠実な人柄をして、をもってして成功したというふうに言えなくはないですけど、まあ、結果的にね、向こうは保護にしてますんで、実績とこう言いたいけど言いにくいっていうことですね。あれで綺麗に決まってるは実績なんですけども、ちょっと相手が悪すぎましたね。約束を守らない相手と約束をしてしまったという、まあ、前提が悪すぎました。で、お互い大統領と総理大臣になってるんですけども、どうやらですね、両方ともポンコツということがですね、最近はっきりしてきました。困ったもんですね、ほんまにね。バイデンさん、このウクライナで、また彼の就任してから 2回目の大きな失敗を今、やらかそうとしています。つまりこう、ロシアの侵攻を許してですね、その既成事実化されてしまうという、おそらくこの2週間ぐらいでそうなるんではないかなと、2週間、1週間かな、ぐらいでそうなるんではないかなと思うんですけど、それに対してほぼだるまさん状態。手も足も出ないという状態に今追い込まれようとしています。で、今なんて言いますかね、彼が今までこう表明した以上にいろんな手はあったと思うんですね。昨日も言いましたけど、戦闘部隊ではないあれですね、訓練部隊を送るという方法も一つあったと思いますし、でもうちょっとね、リップサービスはできたと思うんですよ。金融制裁するでとかで、そうなんあんまりそれでビビらへんやろと。
もっと他に言いようがあったと思うんですよね。ちょっと思い浮かびませんけども、そのロシアの弱みっていろいろありますからね、なんでそのあたりの締め付け、がですね、プーチンに対しての牽制が全く効いていないというところがあります。なおかつバイデンさんはアメリカ国内でもですね、ここのところ民主党をまとめられていないということですね。支出法案で総額半分にしたにもかかわらずですね、有力議員の賛成が得られず、いまだに宙に浮いたまんまということになってまして、国内もまとまらんなと。で、彼の場合はですね、副大統領の人選がカマラ・ハリスでしたけども、これも今やこう失敗であるということがもう明らかになりつつあります。まあ日本でいやあれですね、岸田さんの林芳正の外相起用ですね、パンダハガーということを除けばですね、有能な人ではないかと思えるんですけども、パンダハガーであるというだけですね、もう今やもうダメなんですよ。でこれからずっとダメなんですよ。そのあたりね、岸田さんってね、時代が変わったということをね、理解していないんです。本当に。もうあかんねんでと。これからの時代、親中派というと言われただけでですね、政治生命が半分終わってるはずなんですよ。そのことになんで気がつかないんやろと。ごく簡単なことだと思うんですけどね。なんで二階俊博さんが、まあ、あれですね、すんなりと下ろされて誰も文句言わへんかったのかと。まあ、彼は声援を極めてましたけど、で、その次に林芳正がですね、外務大臣にして、あれだけ安倍さんが警告したにもかかわらずしてしまいました。それによって日米関係がちょっとだけ定めが立っています。まあ今後分かりませんけどね。まあそういった人事の失敗もあるわけです。でお互いラッキーなところも似てるんですよね。他にこう有力な候補いなかったで菅さんがですね、思わず早く退陣してしまったというところなんかはラッキーで、どっちかというとところてん式にですね、こうトップに上り詰めた あれでしてそれだけにですね、やっぱり、ね、自信がないですよ本人がね自分の考えがないの、お互い。その自分の中でですね、こう物事をこう考えて判断して、それをこう言うという機能がついていないわけなんです。クリエイティブでないんですね。だからわけわからんこといっぱい言ってるわけですね。岸田さんもなんか本当に新しい資本主義だとか、なんたらの分配とかとわけわからんこといっぱい言ってるでしょ。あれ自分の中に定見がない証拠なんですよね。でバイデンもそうですけど、人の話を、まあ、どっちかというと聞くんですけども、よう喋るらしいですね、あのおっさんは、あのじいさんは。それでいてね、正しい判断ができないっていうのは頭悪いんですよ、はっきり言って。もうね、日米ともにね、頭のキレのないね、人がね、トップに今いるわけですよ。これ今、だからね、この瞬間、このあと何年間かっていうのを、岸田さんはまあ分かりませんけど、バイデンさんはあと3年はやってるわけです、大統領を。この間やっぱしね、習近平とかね、プーチンはね、あるいはキム・ジョンウンはね、今がチャンスやってこうなってる可能性があるわけですね。ジョンウン君が盛んにミサイルを撃ってるのもですね、そのロシアの入れ知恵あるいはロシアの協力である可能性が最近高まってきましたね。つまり北朝鮮が俺らを忘れんなよっていうカマチャミサイルをバンパカバンパカ撃つことによって、アメリカはですね、こっちもやばいやんという状態にしているとですね、ウクライナがやばい時にですね、よっしゃウクライナ行くぞということにはなりませんわね。やっぱ北朝鮮も見張ってなあかんやんとか。で、あれですね、昨日もそうです。昨日、おとといか。台湾に対して中国空軍がですね、盛んにこう、おらおら行くぞ行くぞみたいなですね、接近をしていまして、台湾空軍あたふたとやってましたけど、ああいったこともね、やっぱりね、バイデンをね、こう試してるんですよ。お前どこまでやるつもりだよ、みたいな感じでですね。それにうまくですね、はめられてるというのが今のバイデンではないんかなという気がします。だからといってね、そのトランプと安倍さんがね、ものすごい良かったとは言いませんけれども、まだ彼らの方はですね、自分の頭で考えて物を判断すると。で、大きくは間違わなかったと思うんです。トランプも、安倍さんも。
大きくは間違わずにですね、で存在感を示してですね、よその国の指導者に、ああ、あいつは考えるやつだというふうに思われて、ね、舐められはしなかったと思うんですね。だからその点がですね、今の岸田さんとですね、バイデン、この日米コンビはですね、ほぼ舐められています。いやいやわと思うんですけど、まあ、しゃあないですね。もうそれが現実ですから。で、その舐められた結果ですね、プーチンはウクライナに行き、習近平さんはあと3年以内にですね、台湾で何かをやらかすかもわかりません。彼がね、そのバイデンが大統領のうちにやってしまうというふうに、そういう発想になればですね、やるでしょうね。何かをするでしょうね。もう本島に行かなくても離島に行く可能性が十分ありますんで、その時にバイデンが、あ、またあたふたあたふたあたふたと、本島はあかんけど離島はええねんとかって言い出しかねませんからね、あのおっさん、ほんまにもまあということでございまして、私はその点について非常に嘆いているというお話でございました。これについてハルページは特にございませんので、関係のニュースなどをご覧いただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。